東京三夜、大阪西成と並び、日本三大ドヤ街と称される神奈川県寿町。寿町はかつて日雇い労働者の町だったのですが、バブル崩壊をきっかけに仕事の数が減り、労働者の高齢化も相まって、現在は生活保護受給者やホームレスが大半を占める町となっています。寿町では頻繁に炊き出しが行われ、ドヤといって身分証なし格安で泊まれる簡易宿泊所もあり、一見貧困層に優しい街のように見えますが、現実はその貧困層を狙ってさまざまな団体が利権のために動いています。今回は寿町の実態、そしてそこを取り巻くヤクザ、ボランティア、宗教団体との関係を見ていきたいと思います。寿町について。寿町は神奈川県横浜市中区のこの辺りにあります。寿町だけでなく、その周辺もディープです。 JR 根岸線の石川町駅を境に街の雰囲気はガラッと変わり、こちら側に行くと高級住宅街やお嬢様学校が立ち並ぶ山手があり、この辺一帯はドヤ街がある寿町。さらに奥に進むと太見町というコリアタウン、館内から曙町までの鎌倉街道は女性と丸々できる店になっています。日雇い労働者がたくさんいた頃の寿町は今より危険な街でした。交差点の真ん中で焚き火をする人がいたり、交番が燃やされたり、タイヤがすべて抜き取られた車がそこらに放置されている状態。寿町を中途半端な速度で車を運転していると当たり屋が飛び出してくることから、通るなら即死してしまう速度で通らないと逆に危ないと言われる地域でした。しかし血気盛んだった日雇い労働者も高齢化し生活保護に、周りのヤクザも高齢化したため昔ほどではなくなりました。現在はというと、昼間から酒を飲んだり路上に寝転がったまま動かない男性がいる中、ところどころにピカピカに磨かれた高級車が止まり、 2,3 人の鋭い目つきの男たちがこちらを見張っているという、無法地帯でかつ緊張感ある地域になっています。寿町の大半が生活保護受給の高齢男性なのですが、住人の話では若者も少しずつですが増えてきているようです。ただ若い人の場合は精神疾患を抱えている場合が多く、外に出ずにずっと部屋に引きこもっている、たまに気持ちが爆発して大きな声を上げたり包丁を持ち出す人もいるけど、基本的にはみんな静かでおとなしいということでした。ドヤにしか住めない理由。ドヤは安いといっても1日2000円前後で、月換算だと6万円ほどかかります。狭い3畳ほどの部屋に布団と、映るか映らないかわからないようなテレビだけ、風呂なし、コインシャワーのみ、トイレ共同、部屋は古く窓もない、天井や壁にシミがあり畳にカビが生えているような不衛生なドヤもあります。ちなみに寿町で生活保護を受けると単身者でも月上限5万2000円の家賃補助がもらえます。それだけもらえるならアパートを借りればいいのに、なぜみんな生涯にわたってドヤに住むのでしょうか。その原因の一つと言われているのが行政の怠慢。住まいのない人が生活保護の申請に行くと、首都圏の場合福祉事務所から民間宿泊所かドヤに宿泊することを勧められます。民間宿泊所というのは無料定額宿泊所のことなのですが、実態は無料でも定額でもなく、劣悪な環境で相部屋、質素な食事付きの施設です。家賃プラス食費という名目で値段を吊り上げ、保護費がほとんど手元に残らないような搾取が横行しており、貧困ビジネスの温床となっています。また受給する側も狭くてもいいから個室を希望する人が多く、住居費だけ払えばよく、残りの保護費は自由に使えるドヤの方を選びます。
本来であればドヤや無料定額宿泊所は一時的なもので、一人暮らしが可能な人はアパートで、一人暮らしが難しい場合は老人ホームを勧めるべきなのですが、行政側も引っ越し代などの諸費用を出し渋るため、ドヤや無料定額宿泊所などを勧めて放置しています。またアパートの大家さんも寿町ホームレス高齢者ということから家を貸したがらず、結果としてドヤしか選択肢がないことになります。しかしドヤの多くは老朽化した木造建築で、防火対策もされないまま違法建築ということも珍しくありません。2015年には川崎のドヤ2棟が全焼するといういたたまれない事件も起きているので、安全な環境ではありません。違法賭博とヤクザ。寿町にはなぜここに立っているのかと思わず突っ込みたくなるような中心地に大きな休廷場があります。ここの住人たちの保護費のほとんどが酒とギャンブルに消えていきます。公営ギャンブルに使うならまだいい方で、寿町にはヤクザが経営する飲み屋、違法賭博場が何箇所もあり、そこに出入りしている人もちらほら見かけます。飲み屋は隠すそぶりもなく堂々と営業されており、ある飲み屋に至っては目と鼻の先に交番があるのですが、警察が取り締まる様子はありません。警察が飲み屋の存在を知らないわけがないと思いますが、もし飲み屋をすべて摘発してしまったら、ヤクザが別のことで稼ぐようになるから、そっちの方が治安が悪くなる。面倒なことは首を突っ込まないというスタンスなのかもしれません。ちなみに飲み屋で買う方も違法なのでリスクがあります。なぜ住人らはリスクを冒してまで公営ギャンブルではなく飲み屋に行くのかというと、一番はお金がなくてもギャンブルができること、松締めなどの後払いになっていたり、ヤクザがお金を貸してくれます。クローズな分、公営よりも飲み屋の方が美味しい条件でしている可能性もあります。またギャンブル好きの人からしたら、競艇だけじゃなく競馬、オートレース、競輪などその日の気分によって楽しみたいもの。寿町には競艇はありますが、それ以外は外へ出かけなくてはいけません。しかしここならいつでも好きな競技で楽しむことができる。メリットの方が勝つのでしょう。生活保護受給日になると役所の外に組関係者が立っていたり、ドヤの外で見張っている組関係者もいるようなので、飲み屋のツケをここで回収したり、逃げ出さないように見張っていることがわかります。生活保護費の一部がヤクザに流れているということがお分かりいただけると思います。炊き出しと宗教団体の関係。寿町ではいろんな団体によって炊き出しが行われているのですが、その団体の一つに韓国系キリスト教会があります。韓国系キリスト教会が炊き出しをする場合は、牧師のありがたいお話と賛美歌を歌うことがセットとなっていて、これらが終わらないと食事は提供されません。そして不思議なことに、炊き出しの場所に教会関係者が BMW やベンツに乗ってくる姿が目撃されています。教会はそんなに儲かるのかと思われる方もいるでしょう。これにはからくりがあり、教会は信者からの寄付金以外にこういう慈善活動をして写真や動画を送ると、母国の富裕層から莫大な寄付金が集まります。なので定期的に食事を振る舞っても教会は潰れず、教会関係者は BMW に乗れるのです。また住人を取り巻く宗教団体は韓国系キリスト教会だけでなく、 S 会や K 会といった団体も存在します。この2団体は炊き出しに関係なく、常日頃から生活保護受給者やホームレスに路上で声をかけているようです。お茶でも飲みませんか、食事でもどうですか。そうやって住人を誘い出し、ファミレスや喫茶店で食事をおごって、そのまま入信書を書いてもらいます。少し前までは一緒にお祈りしてくれたら1万円あげるなどと言ってお金を渡していた信者もいたほどなので、いかに熱心な勧誘をしているかがわかります。ほとんどの住人は勧誘に対して素通りか
うるさい、しつこい、などと言って怒るかなのですが、意外にも足を止めて長時間話を聞いている人もいるようです。一般的に宗教の勧誘というと身構える人が多いかと思いますが、寿町にとって宗教は人と人とがつながるきっかけでしかないのかもしれません。住人たちは教えの内容よりも勧誘をしてくれた人の人となりを見て判断しているようにも思えます。生活保護受給者とその人たちを取り巻くヤクザ、ボランティア、宗教団体、本当に慈善だけで活動している人もいるかとは思いますが、ボランティア団体ですらも自治体から補助金を受け取っています。この状況を助けられていると見るか、搾取されていると見るかは人によって違うでしょう。ただ一つ言えるのは、寿町は正しい正しくないを超えた次元で動いているということだと思います。皆さんはどんな感想を持たれたでしょうか。